アーセナル、1×も超大楽天勝利。アーセナル逆転きたー。復活のマルティネッリ。マルティネッリが点決めるの嬉しすぎる。サカとマルティネッリの連携で取るゴールが一番カタルシス。マルチ最高、ハバーツ最高。ハバーツ7試合連続ホームゴールすごすぎだろ。結局ハバーツみたいなとこある。ハバーツ見てるとトップ補強しようとしてたのバカらしくなってくる。ジェズスひどすぎて泣いてる。ラシカスとジェズスはこのままならカップ戦要員確定だぞ。ジェズスとスターリングは厳しい。ジェズスとスターリングは本当に何をされてた方なの？菅原マジで怖かった。普通に菅原はサウサンプトンレベルではないな。もっと上のクラブ行ってもやれるわ。菅原が強いチームにいたらもうシーズン後アシストぐらいはついてそう。冨安復帰おめでとう。